アルフレト・ユゼフ・ポトツキは、ポーランドの貴族、伯爵、地主、政治家、君主制主義者、自由主義的保守主義者、ワインツとの第二代オルディナと、オーストリアの政界でも活躍し、首相を務めた。アルフレド・ボイチェフ・ポトツキ伯爵の息子として生まれた。小説家、ヤン・ポトツキは、父方の祖父、外交官のイエジ・ユゼフ・ポトツキは、孫にあたる。 1851年に、ロマンスタニスワフ・サングシュコ公の娘、マリア・クレメンティナと結婚した。1863年から亡くなるまで、オーストリア領ガリツやロドメリア王国の国会議員の席を占め、1875年から1877年までは、同国会の議長を務めた。また1862年にはオーストリア、貴族院議員に選ばれ、 1867年から1870年にかけ、オーストリア農政大臣。1870年から1871年にかけて二重帝国のオーストリア側首相の任にあった。1873年には、クラックフに創設されたポーランド技術アカデミーの共同設立者の一人になっている。さらに1875年から1883年まで、 ガリチア総督であった。ありがとうございます。